こちらは爬虫類カフェラプトルにいるキスイガメというカメです。英名がダイヤモンドバックテラピンというカメで、ダイヤモンドガメとも呼ばれています。キスイガメはアメリカのキスイ域に生息するカメで、生息域によって異なる7種類の亜種が存在しています。このラプトルにいるキスイガメはニシキキスイガメ、別名オルナータダイヤモンドバックテラピンと呼ばれる亜種で、頭が白くてちょっとピンク色になったりするのが特徴です。ラプトルでは主にこのレプトミンスーパーというカメの餌を与えています。もうこの餌の入れ物が分かってるみたいで、入れ物についてもあるんですよね。すごいっすよね、餌の入れ物を覚えちゃうって。もうアホでめちゃめちゃ可愛いです。もうラプトルでこれずっと見てると本当に可愛くて、俺も欲しいなって思うんですけど、キタキスイガメとかは安くて3万円程度から手に入るんですけど、このニシキキスイガメは安くても20万円ぐらいからが相場なんですよね。なかなかちょっと手が出せるもんじゃないですね。爬虫類カフェラプトルではまだ餌やりをやっていなければ、このキスイガメに餌やりをすることも可能です。20万円超えのカメに餌やりをするってなかなかないと思うので、ぜひ来てみてください。毎週木曜日はこのワニさんが定員ですからね。木曜日にできれば来てください。16時から夜21時までやっておりますので。餌散らかしやがって、本当にちょっと食い方がね、汚いというか下手というか、こいつら本当すぐ水を汚すんですよね。ラプトル着てなんか水がやたらオレンジ色でも、すごい汚いというわけじゃなくて、餌をやったばっかなんだなと思ってください。レプトミンスーパー以外にもこういった餌用の乾燥エビなんかも与えています。食欲旺盛。やっぱり水生のカメってこうやって餌をバクバク食べてくれるから可愛いですよね。キスイガメは成長するとメスは最大甲羅だけで23センチ、オスは15センチ程度にまで成長します。そんなに大きくなる方のカメではないですね。食性は動物食傾向の雑食で、魚類、甲殻類、虫類などを食べているそうです。この顔が白くて目が真っ黒なのも可愛いところですよね。こけちゃって、すごい勢いで餌を食べに来ますからね。本当にダイヤモンドバックテラピンという名前の由来は、甲羅の成長輪などの模様がダイヤモンドのように見えるからということと、テラピンというのはインディアンの言葉で食用の亀という意味の言葉が由来となっているそうです。実際に昔は食用としていたそうで、生息数の減少により価格が高騰して食用とされることはなくなっていったそうです。そんなところで今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。多分ね、9割ぐらいのみんなは知らないと思うんですけど、実はインスタグラムやってるんですよね。自分的によく撮れたなって思う生き物の写真をアップしてるんで、よかったら概要欄にあるリンクからフォローしてください。